孫悟空とトランクスの練習量を比較。視聴者のコメントを募集します。こんにちは皆さん。新聞記者の専門家の YOUCHAP です。今日は人気アニメ、ドラゴンボールのキャラクター、孫悟空とトランクスの練習量を比較してみました。視聴者の皆さんからのコメントも募集していますので、ぜひご参加ください。孫悟空とトランクスの練習量の違いを探る。ドラゴンボールガンの皆さんなら、孫悟空とトランクスの強さについて、熟知していることでしょう。しかし、彼らの練習量にはどのような違いがあるのでしょうか。今回は、その秘密に迫ります。孫悟空の練習量。孫悟空は、数々の強敵との戦いを経験してきました。彼の練習量は非常に厳しいものであり、常に自己超越を目指しています。しかし、具体的な練習内容や時間については、アニメや漫画の中で詳しく描かれていることがありません。トランクスの練習量。一方、トランクスは孫悟空の息子であり、彼もまた強力な戦士です。しかし、彼の練習量は父親とは異なるかもしれません。トランクスは未来からやってきた戦士であり、時間の制約があるため、短時間で効果的なトレーニングを終えている。可能性があります。視聴者の皆さんからのコメントを募集します。皆さんは、孫悟空とトランクスの練習量についてどのような意見をお持ちですか？彼らの練習方法や効果的なトレーニングについてのアイデアや提案があれば、ぜひコメント欄に書いてください。あなたのコメントが番組に取り上げられるかもしれません。まとめ。今回は、孫悟空とトランクスの練習量を比較しました。孫悟空の厳しい練習とトランクスの効果的なトレーニングについて、皆さんの意見を聞きたいと思います。ぜひ、コメント欄に書いてください。視聴者の皆さんからのコメントをお待ちしています。それでは、次回の動画もお楽しみに。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。